和田雅之と尾崎由香と世界の和田口チャンネル,ンネルさて本日も和田口チャンネルをお送りしていきます <laughs>、うん、ということで普通をターボご紹介いたしますいはラジオネーム味噌汁さんからいただきましたあ,あ,いい、ね、ありがとうございますね星野さんがゲストでいらした時の感想ですうん、うん、おまずあんなすごい方が LDH デジタルにいたことがびっくりです、うん、お話はもちろん面白く興味津々で聞かせてもらいました <laughs> リスナーとしてはオザピアちゃんが話に聞き入っている様子も面白かったです。はい、すありがとうございます。L D H デジタルは何名で構成されているんですか。話せる範囲でいいのでどういう役割があるのか教えてください。あデジタルの中、の中なるほどね。確かにね。うん、ホームページだけだとあんまわからない、ね、デジタルはあのあれなんです。今人数で言うと二十五人ぐらいの体制で、三、うんうん、D C G のあのアニメーターさんと、うん、作画のアニメーターさん、あのジブリにいた。 キーアニメーターの人とかもいて、はいえー、いあとはあの制作進行とあるプロデュース側のね、はいうん、あの作品をこう作るのを取りまとめていくようなところをやってる人たちがいてっていうそんな感じなんですよ。うんうん、で最初あのえっ、ー、とスティーブンスティーブンっていう会社で、あの神山健二監督たちが、はい、あの立ち上げた会社だったんです。あそうなんですね。そうあのスティーブジョブスと、うん、えっとスティーブ スピルバーグ、うん、から取ってる、まあ、リスペクトしてみたいなことで始まった会社でそこが博報堂さんで、えっと、クラフターという会社になってうん、うん、でその博、えっと、報堂のお仕事で、うん、あの鈴木のハスラーのテレビ CM とかもあのアニメの制作をやってるんですよだ絵柄が結構ジブリっぽいのは高坂鬼太郎監督がジブリの、ね、監督があのやってくださってるんです、はい、でそこを 年前かなあの LDH がアニメの制作もやっていきたいってなって博報堂さんから M&A って言い方するんですまあ譲り受けてで LDH デジタルって名前になったんですあそうなんですねうんあじゃあもう結構歴史はある会社そう10年ぐらいなのかなもう出来上がったそうなんですよでゲームゲーム開発やってた人たちとかあのいろんなこう IT 系に強い人も加わってで LDH のアニメ制作をしたりとか、うん、あとはライブの映像制作あ<ー>あのファンタのこの間のライブだとそそうそうあのあのオープニングの後にね、はい

300円ぐらいで作って。l. D. H. デジタルは300円でね。え、0 0円?。ちょっと待って、待って。すご。いいよ、所属になると、そうなの、安いよ。あ、じゃ、これから増えるんですかね、そういうのもね。ね、やっぱ、やっぱね、その l. D. H. のライブってたくさんやってるから。そうそう、年間何百コイとある。いろいろあんなよ、大変なことが。大変なことはある。大変なことは。l. D. H. のライブ作るにも。いろんな人、がいろんなことやりたいっていう言っちゃうからさ。ごちゃまぜで。大変なのよ、整理するのが、リーダーとしては。リーダーとしてう。 いろんなところ取り持ってさ、いろんなところやんなきゃいけないのよ。頑張ってる。こっちはこっちって、デジタルはこう言ってますみたいな。それまとめて、あんな感じな。どっちにしますか、世界さんって言われるから。おじゃ世界さんに権限があるんですか。ライブとかね。あすごい。やっぱリーダーですね。クリエイティブするときは。じゃ今後ね、また融合して営業してね。 営業すのかな営業されてる気もするけどねなんかね実際はねだからまあでもやっぱりいいものを作ろうってことだよねそこはねでも印象に残りますよね見たことないようなものってねやっぱどんどん作っていけたらいいですよね楽しいですからそう思う。あでもそこに星野さんと和田さんがいらっしゃるとかそう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 まあ僕は兼ムだけどね LDH ジャパンのアニメの責任者もやりながら LDH デイスタイルのこともやってるそんな感じだね けむけむですわ。ええ、じゃ、もう、もう、ぜひね、l d ディデジタルの方、また。うん。星野さんも、あれですけど、皆さんいらっしゃって、いろんなお話聞きたいですよね。ね、ぜひとも。どんな感じですか?。嫌がる、んじゃなないか嫌がる、あんまり。アニメーターさんとかね、やっぱ、こう、めっちゃ喋りたいタイプと。いや、僕なんか、いいですっていう人のタイプに分かれる。からぜひ、あの、リモートありますから。うち。まあ、リモートで、なんか、ぐいぐいくるね、いいね、それね、なんか。ええ、聞きたいですよ、ちなみに、スタジオピエロ出身の。 あのナルトのアニメをやってたプロデューサーもいたりするから彼とかはね出てもらってもいいかもしれないねだい,だいぶ主語でかくなったけど大丈夫か <laughs> 楽しみですよね <laughs> ぜひね LDH デジタルじゃあ呼んだら本当あなたそう言ってくるけど <laughs>、うん、呼んだら全然聞かない時あるじゃないいやもう聞かないじゃなくて聞けないんですよもう。うじゃあ呼ぶなよ <laughs> じゃん <laughs> <laughs> あなたが「聞きたい」って言ってる、ね、りま読ん,んだら聞きなさいよ」好きすぎてこうねもうディズニーが好きすぎてもうなんか、うん、あこの人が」ってなっちゃうとなんかね女性ってこう分かんない私,か私が多分そうなっちゃう, <laughs> う緊張しすぎるとなんかこう「うん、<ん>素人じゃねえんだから」ってなっちゃう。<laughs> 一般人だったらそれでもいいけどあなたゲスト呼んでる側ですから確かにでもね引き出さないとゲストのんとがわーっとなってたもんねしかし星野さん本当おしゃべり上手で初めてのラジオ出演と思えないぐらいの苦笑点結がしっかりされて見事ですよになっか何回か話されたんでしょうねあの話はねまあねそれはエピソードが確かにエピソードトークは あるでしょうけどね組み立てが完璧だった完璧だったね本当素晴らしいへ私はも尺も長すぎずねえ、うん、うもう聞きやすく、うん、分かりやすくね<え>私も六十八歳になったらああいう落ち着いたねお話ができるのでしょうか、ね、できると思うよ <laughs> え？まあ、大丈夫、うん、私に興味なさすぎる <laughs> はいとい,、はい、ということでもうこれであーいつだ <laughs> 星野さんのね感想 <laughs>、はい、ぜひねまたいらしてほしいですありがとうございますということでここまでですチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正彦と尾崎由香と世界でしたありがとうございました